はい、どうもこんにちは、チョナンです。今日は僕らのチャンネルの初となる整備系動画を上げたいと思います。その第1回目の整備動画で上げるのはこちら、セナ 30K。 このセナ 30K が自分のだけ結構前から使ってたんで、もうバッテリーが寿命来ちゃってるんで、今回はバッテリーの交換の方をしていきたいと思います。本来であれば買い替えがいいんですけど、ちょっとセナ 30K の買い替えというのはかなり高い金額なので、まあ、今回は安価で済むバッテリー交換でいきたいと思います。今日はこちらのセナ 30K のバッテリーの交換方法について話していきたいと思います。それじゃあ行っちゃっていきましょう。はい、では早速セナ 30K のバッテリー交換の方をしていきたいと思います。でこのバッテリー交換使うものを紹介します。まずはドライバーですね。使うのはこちらの太めのマイナスドライバー使います。あと、まあ、精密系のドライバーですね。こちらちょっと細めのやつです。小さいやつ。今回交換するセナ 30K の本体、そしてこれが今回使うバッテリーですね。こんな感じ、まあ、実際は買い替えるのがベストなんですけど、では早速やっていきたいと思います。まずここのダイヤルですね。このダイヤルを外していくんですけど、これはもうマイナスドライバーをこの辺からもブスッとぶっ刺してパカッてやると、もうパカじゃないか、ブスッとやってウヤッてやるとパカッて言うんで、やってきます。この辺ですね。今開けてる、ここにマイナスドライバー入れて、もう結構強引にいっちゃっていいですよ。ここがそうすると、はい、パキりましたね。で外れるとこんな感じです。サネがあって、そこになんかカチッてはまってるような感じです。5つありますね。でここを外せたら次裏面です。裏面は全部7つビスあります。ここに1個2個3個4個5個6個7個あります。でここの1個2個がちっちゃいビスですね。この2本だけちょっと種類が違うので、最後締めるとき気をつけてもらえればと思います。で正規品だとここに多分ステッカーみたいなの貼ってあるんですよね。なのでここをカッターでペロッてめくってもらえれば大丈夫です。あ、カッターで思い出した。あとカッター必要だ。カッター必要です。いや、初めてのそのカスタム系の、カスタムっていうか整備系の動画がセナ 30K っていうね。もう合計全部7つ外れて、こうやって見てもらえるとピンと買うかな。もうこの2本、さっき言ったちっちゃいやつがこれで、通常の大きさこんぐらいなんですよ。さっき言った2本がこれです。残りの5つはこれです。だから皆さん最後締めるときは間違えないようにお願いします。ビスとは言わねえか、ネジか、今さらだけど。でこれで外し終わったらもうパックリいきます。最後ここのアンテナ部分で締まってるんで、ちょっとここを爪とかでじわじわやると、はい、外れます。外れたもん、ほんとこんな感じ。中はこういう感じ。基板がすごいです。でちょっとアンテナはピンとしてた方がいいです。あんまアンテナはいじんない方がいいですね。なんかそのバネみたいなの入ってるんで、もし外れちゃった時にまた締めるのが大変です。でこっからこの基板を外したいんですよね。基板の下にこうやってバッテリーがあるので、この基板を外してバッテリーを交換していきたいんですけど、そのためにまず手順としてここですね。ここ、ここを外さないといけないんですよ。これを、これを外すためにこのカッターが必要です。ここがなんか両面テープでくっついてるんで、それをこの爪で、爪っていうかこの隙間をカッターでちょり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 やりながら、ちょっと地道に外していくって感じで、こういう感じですね。ある程度いったらこの真ん中かな、真ん中の辺をちょっと持ち上げてあげると結構スムーズに、あ、やっちゃった。ここでの注意点は、絶対力づくで無理やり外すことは絶対しないように気をつけてください。本当に優しく優しく丁寧に、まあ、その理由はこれを外した後に分かります。あ、はい、で外れました。外れるとここにこの基板と接続するためのものなんかあるんですよ。それがこれがブスッと刺さってるんで、これをまあ外してあげるってことです。そこのためにこれが両面テープ貼ってあるんで、それがちょっと結構きついんで、買ったらじわじわしながら外した方が
いいです。でこれが外れたら基板を外していきます。で基板もこの辺とこの辺で下の基板とくっついてるんですよ。こうやってさっきこのオスメスの端子がくっついてるんですよ、こことここが。なのでちょっと力づくじゃないですけど、まあ、この辺をゆっくり外してあげるつもりで、防水用のこのシリコンを少し外してあげましょう。で外れるとこんな感じ、ね、でこのシリコンも一回外してあげて、外すとこんな感じです。先ほど言ってたのはここですね。これとこれがこの下の基板のこことここにつながってるん でバッテリーは、あとはこのバッテリーもちょっと両面テープでくっついてるんで、もうちょっとこういう感じでパッてやると取れるんで、取れたらこの基板から外せば大丈夫です。外す時がマイナスドライバーとかでゆっくりゆっくり基板が傷つかないように。あ、はい、取れましたね。はい、で取れたらこれがまあさっきつけてたバッテリーですね。これが 8500mAh のやつです。でこっちが新しく買えるやつが9500です。ちょっとバッテリーのサイズが大きくなったやつですね。まあ、横を見ると、あ、こっちがだいぶ膨張してるの分かります？全然違うよね、膨らんじゃってもこっちが。こっちの方がバッテリーサイズ大きいんですけど、それ以上にこっちがもう膨らんじゃってる。まあ、本当にバッテリーの寿命なんだなって感じですね。というわけで、まあ、新しい方に交換していきます。で新しい方に交換していくの時に、まあ、両面テープ貼ってあったんですけど、まあ、自分は貼らなくてもいいかなって感じなんで、結構ぴったり収まっちゃうんで貼らなくても大丈夫かなと思います。まあ、そこは交換する人のあれにお任せしますんで、ここね、ここに差し込むって感じ。はい、カチャっていってはまりましたね。で入れる時にこの中には入れないように、この中には入れないように、ここに入るのがこれで、こいつが入るんで、こういう感じで入れ終わったら、次はこのシリコンの方を先入れていきます。ここなんかどうしてるの。はい、で接続が終わったら今度またこの基板を戻していくんですけど、必ずこれとこれをこことここに必ず差し込んでます。差し込まないと後々大変です。でここのタイミングで一回ちゃんと充電されるかちょっと確かめてみてください。また分解してやり直さないといけないんで。はい、大丈夫ですね。ランプがついてる。はい、というわけで大丈夫です。あとは元に戻していくだけです。さっきのバラした順番で。この両面テープ貼った方がいいんですけど、まあ貼らなくても全然支障はないんで、自分の場合は、まあ貼りたい方は貼ってください。僕は貼らないです。さようなら。今日の動画はこちらセナ 30K のバッテリーの交換のやり方でした。まあ、本当は買い替えが一番いいんですけど、こちらのバッテリーだと自分が購入した時は2980円、この今通常のセナ 30K の800、850よりも 100mm ぐらい容量が大きくなって、950が2980円で Amazon さんの方で売ってますんで、ちょっと概要欄の方のリンク載せてますんで、気になる方はちょっとチェックしてみてください。まあ、作業的には10分かからないぐらい簡単な作業です。まあ、皆さんもしバッテリーがいかれかけてて、買い替えかバッテリー交換か悩んでるんであれば、まあ、試す価値だけはあるかなと思います。今日の動画はこれで終わりにしたいと思います。それでは皆さん。